せーの、ジャニージャニーラブだよラブだよ。どうもジャニーちゃんです。どうも深田のジャニーくんです。スノーマンの出演予定を木曜と日曜の週2回投稿しています。今回もよろしくお願いいたします。2月26日月曜日から2月29日木曜日の予定、目次最後のその他の情報では目黒くんの映画撮影予定をお知らせ。まずテレビから主演でございます11本、ネプリーグ出演するのは佐久間くんで、2月26日月曜日19時から21時にフジテレビにて放送。ゲストとしてスタジオ出演、映画マッチングチーム VS 芸人チーム。マッチングチームのメンバーは佐久間大介、土屋太鳳、斉藤由貴プラス原田泰造と林修。おお対する芸人チームには佐久間くんと親交の深いアインシュタインのお二人もいます。お佐久間が海外旅行で役立つ英会話クイズに挑戦。面白そう、ねスノタンからは、ネプリーグにさっくん、楽しみ、スノーマンのネプリーグメタメタ久しぶりじゃない、メタメタ、スノーマンメンバーがネプリーグに出るのはなんと3年ぶり。2021年にスノーマン全員で出演して以来です。懐かしいね。スノの番宣であんまり使われない番組なんですよね、なぜかというと多分冒険少年と裏かぶりしているからだと思います。ずっと阿部ちゃんに出てほしいって思ってたけど、まさかのさっくんという声も上がっています。ネクストでございます。目黒くんと向井くんがレギュラー出演しているアイアム冒険少年ですが、2月26日月曜日の放送はありません。次回の放送は3月4日月曜日、脱出島3時間スペシャル、ネクストでございます。ドラマ春になったら第7話、出演するのは深澤くんで、2月26日月曜日22時から22時54分にフジテレビにて放送。深澤くんと友人の美奈子が2人で居酒屋で飲むシーンがあり、深澤くんは失恋のやけ食いと言っていました。スノタンからは、大い騎士警護を美奈子の気持ちに気づけという声が上がっています。最終回は3月25日と発表されました。全11話、ネクストでございます。ドラマ先生さよなら第6話、出演するのは渡辺くんで、2月26日月曜日24時59分から25時29分に日テレにて放送。6話のサブタイトルは先生のためにできること。高校生の田村くんは大学生になり由美子と再会、一方教師の田村先生は校外学習へ。最終回は3月25日と発表されました。春になったらの最終回と同じ日です。全10話ですね。ネクストでございます。ラビット、出演するのは宮舘くんで、2月27日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。前回は佐久間くんが出演したので、今回は宮舘くんがスタジオ生出演のはず。2月24日土曜日には京都で多くの撮影をしているところが目撃されているので、京都と東京を行ったり来たりと、まさに大忙しですね。ネクストでございます。今夜は謎トレ、出演するのは阿部くんで、2月27日火曜日19時から20時にフジテレビにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回は北関東 VS 埼玉 VS 八王子ご当地対抗常識王スペシャル。ご当地問題に挑む。スノタンからは、謎トレ1週間休みだっただけでロス感半端ないという声が上がっています。ネクストでございます。突然ですが占ってもいいですか。出演するのは佐久間くんと深澤くんで、2月27日火曜日20時から21時にフジテレビにて放送。今夜は謎トレからチャンネルを変えずそのままスタート。ゲストとしてスタジオ出演。佐久間くんは映画マッチングの共演者と、深澤くんはドラマ春になったらの共演者とそれぞれ別に出演。マッチングの方は、佐久間大介、金子信明、斉藤由貴の3人が占い師星ひとみに占われる。ラブミードゥさんじゃないか。春になったらは、深澤達也、奈緒、三上愛、橋本まなみ、石塚陸人7歳の5人が占い師シウマに占われる。ラブミードゥさんじゃないかい。深澤くんは予告で、夜中の深澤の電話には出るなの話をまたしていました。10回目ぐらいじゃないもん。そして7歳の石塚陸人くんに、なんかやだと言われていました。スノタンからは、
前に星さんにつけてもらったあだ名サクサクサクマを X のアカウント名にしたんですよってさっくん言いそうという声が上がっています。ネクストでございます。ドラマリビングの松永さん第8話、出演するのは向井くんで、2月27日火曜日23時から23時30分にフジテレビにて放送。今回は向井くんとシェアハウスの住人朝子さんが2人でキッチンに立つシーンがあります。向井くんの恋模様に進展がありそう。最近ね、向井くんのシーン増えてきて嬉しいです ね。しかも上手なんですよね。うまいよね。すごい、何でもできちゃうね、本当に向井くんね。スノタンからは、朝子さんと健太郎の距離近い、けんちゃん朝子さんとどうなるのかな、ドキドキという声が上がっています。最終回は3月26日と発表されました。全12話、ネクストでございます。2月29日木曜日のノンストップですが、今回は深澤くんが出ない週です。木曜隔週レギュラーのため順番通りです。ネクストでございます。ライブニュースイット、阿部くんが2月29日木曜日にスタジオ生出演する可能性が非常に高いです。ほぼ 100% ですね。そうだね。阿部くんはマンスリースペシャルキャスターとして月1回の出演が決まっています。出演日は明確には公言されていないものの、いつも月末の最終木曜日に生出演しています。前日か前々日に出演が発表されるはず。出演が発表されたら毎日更新しているこのチャンネルのコミュニティ投稿と X に反映します。そろそろこの4月ぐらいからレギュラーキャスターでいいんじゃないでしょうか ね。あの週1とか ね、マンスリーじゃなくてウィークリーで、お願いします。マンションじゃないんだからマンスリーウィークリーってもういいんです、レギュラーでいいです。ネクストでございます。ドラマ大奥第7話、出演するのは宮舘くんで、2月29日木曜日22時から22時54分にフジテレビにて放送。第7話のサブタイトルは、禁断の恋の代償は智子への裏切り、黒幕貞信動く。ついにサブタイトルに宮舘くんの名前が入ってきました。来ましたね、悪宮舘が最高ですねドラマ視聴者からは、貞信様だけ史実と動きが違うから予想できない、首謀者は貞信、貞信様の復讐劇が本格的に始まるのかな、という声が上がっていますね。今まで妙にニコニコされる演技をされてるなと思ってたんですよ。それが伏線だったんだね。そう、振りが効いてる、もう最高ですね、こちらも最終回が3月28日と発表されました。全11話、ね、もう時代劇ファンも虜にしております。最高でございます。ネクストでございます。続いて配信が2本、15秒でなりきり食レポ選手権、出演するのはスノーマン誰か一人で、2月26日月曜日10時に富士屋洋菓子店公式 YouTube チャンネルにて配信。スノーマンの15秒でなりきり食レポ選手権が毎週月曜日に1人ずつ公開されています。まだ投稿されていないメンバーは4人で、ラウール君、向井君、宮舘君、渡辺君。思わず富士屋のケーキが食べたくなるね、いい動画ですね。ネクストでございます。 YouTube スノーマンチャンネルにて動画公開、出演するのはおそらく阿部くん、ラウールくん、宮舘くん、渡辺くんで、2月28日水曜日17時に配信。前回はゴルフに行くまでのドライブが投稿されましたよね。次回の企画と出演メンバーは発表されていませんが、まあ、ゴルフの続きかなという感じですね。銀座あたりの室内シミュレーションゴルフに行くようです。スノタンからは、目的地はウェルネスゴルフ銀座天正堂ビルかサンクチュアリゴルフ銀座有楽町店かな、伊達様にゴルフを教わるショッピーが見れるかな、という声が上がっています。銀座はね、バーチャルゴルフできるところ実はいっぱいあるんですね。あ、そっか、もっと候補あるかもね。視聴者のきなこちゃん、コメ欄での情報提供ありがとうございました。ありがとうございますです。ネクストでございます。続いてラジオが1本、スノーマンのスノマンマ、今回の担当メンバーは佐久間くんと岩本くんで、2月29日木曜日21時から21時30分に文化放送にてオンエア。回し役は佐久間くん。最高。このコンビでの放送は2023年10月以来4ヶ月ぶり。スノタンからは、ニコイチだ、ヒーくん2週連続。1月から岩本タンへの供給が急加速したもんだから溺れそう、ありがとうございます、といった声が上がっています、映画マッチングの話は出そうですね。そうだね。ネクストでございます。続いて雑誌と本が3本、続
算数センスを伸ばす本、掲載されるのは阿部くんで2月27日火曜日に発売、うん、珍しく雑誌ではなく本に掲載。あら、子育て情報誌アエラウィズキッズで過去に掲載した算数コーナーをまとめた一冊、うんうん、小学生の親向けの本です。阿部くんは関東インタビューに掲載、うん、その段からは阿部ちゃん理系だもんね、自分の強みを伸ばし続けて思わぬところで活躍してる阿部ちゃんすごいという声が上がっています。すごすぎます ね。お値段なんと1210円。視聴者のみやびちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。ネクストでございます。雑誌モアスプリング2024、掲載されるのは向井くんで2月28日水曜日に発売、うん、小説家が書き下ろしたストーリーを向井浩二が演じる企画が掲載、うん、モアは月1回の発行から年4回発行にリニューアルしたそうです、うんうん、お値段1200円です。ネクストでございます。テレビガイドアルファエピソード XXX、 掲載されるのは岩本くんで2月29日木曜日に発売、うん、内容の詳細は不明。お値段1210円。ひーくん大忙し。ネクストでございます。その他の情報が3本。イエイ。佐久間くんが声優として参加しているのではと噂になっている作品があります。知らない。その作品の予約締め切りが2月29日木曜日です。うんうん、キスマイ宮田くんのデビュー小説教会のメロディーのドラマ CD、 カイというキャラクターの声が佐久間くんの声に聞こえると話題です。イエイ。ドラマ CD 付き特装版は締め切りが2月29日なので、確実に手に入れたい方はチェックしてみてください。うん、当チャンネルの視聴者花水木さんからの情報だと、うん、地方の書店では特装版は入荷しないことも多いので、一般書店に早めに問い合わせをするか、ネット書店を利用するのが無難。うん、アニメイトなどライトノベルを多く扱う店舗なら多めに仕入れることも多いですよ、うん、とのこと。花水木さん、情報提供ありがとうございます。ありがとうございました。薄紅色のですね。ネクストでございます。その他の情報2つ目、うん、YouTube 亀梨和也チャンネルで2月24日土曜日に公開された動画に宮舘くんがゲスト出演しています。ね、宮舘亮太が部屋にやってきた、うん、手料理を作ってとにかく食べまくるという動画です。 ねかっこいいです、伊達様ね。光り輝いてらっしゃる。スパークリン、ネクストでございます。その他の情報3つ目、まあ、トリリオンゲーム劇場版の撮影予定。フラッシュ。2月28日水曜日と2月29日木曜日に、うんうん、トリリオンゲーム劇場版と見られる作品の撮影があります。映像制作会社のウェブサイトでエキストラの募集がありました。おうおう。群馬県太田市内でポーカー大会のシーンが撮影されるようです。うんうん、時間は朝7時から夜9時半。長い。ね、長丁場の撮影になりそうです、うんうん。パーティー会場のポーカー大会に参加する外国人セレブ役、うんうん、男女40名が募集されていました。うんうん、メメタンの方、外国人のふりして行っちゃダメですからね。はい、今回はスノーマンメンバーが久しぶりに出る番組が多くて楽しみです ね。ネプリーグはスノーマン全員で2021年に出演して以来3年ぶり、うんうん、突然ですが占ってもいいですかは2022年3月に阿部くんとラウルくんが出演して以来2年ぶり。スノーマンの出演予定に追加があった場合、毎日更新しているこのチャンネルのコミュニティ投稿や X に反映します。チャンネル登録と X のフォローをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。せーの、ジャニージャニーラブだよー、ハッとしてギュッときてペアッと流れるほーひなかなー、バイバーイ、バイバーイ。